ひなチャンネル。今日はるろうに剣心の反応なの。あんた感想動画作るために単行本を大人買いしたって言ったじゃないの。買ったし読んだし感想動画も作るぞ。その前にさ、他の人の反応も見たかったのよ。今回は原作準拠っぽいけど、多かれ少なかれ過去のアニメと比べる人はいるからね。リメイクものは仕方ないよね。そんなわけでみんなの反応に行きましょうか。あいよ、みんなの反応どうぞ。ルロ剣一は見てから寝るでござるよ。カオル殿、京都の治安は最悪だな。絶対に働きたくないでござるった。わ、始まった。お、映像綺麗やな。おお、抜刀祭の頃だ。ルローに剣心放送開始おめでとう。男の子は新選組大好き。はじまた、よく考えたら剣心ってポニテか可愛いやん。いい血液だ、瞳がいい。オキタキュン、はじまった。いきなり斎藤はじめ出てきた。オキタがすでにもうご病気なんですな。星さんじゃん。オキタ掃除、確かに星総一郎だ。オキタ掃除が喋ってるし、斎藤はじめの声合ってるな。ダトキさんじゃん。いい男が画面潜入していく。来たぞ来たぞ。やばい、日野くんの斎藤はじめイケボすぎる。しょっぱなが突の構え来た。旧作のイメージがあるから声は馴染むまで時間かかりそう。ガトツの構えはやはり憧れる。斎藤はじめ声が若いな。大嫌いだったそばかすをちょっ、あれ、あ、そっか、そばかす流れないんだな。そばかしちゃうんかい。いきなり斎藤はじめ出すのずるじゃん。オープニングテーマ視点良すぎ、マジで本当にいい。ラップパートの映像考えた人ありがとう。そばかすの幻聴が聞こえる。アニメーション制作ライデンフィルム、絵西編までやるかのようなオープニングだな。水亀の中をめっちゃ狙ってた猫。ところどころのカットが旧作リスペクトを感じる。月岡津南の浮世絵じゃないか。幕末ラップ言われてて笑てる。何回かにもおされなオープニングにしてみましたって感じだな。旧作も綺麗だったけど新作も背景が綺麗。あっ、寝ない。これがあの人切り抜刀祭初おろ、いただき。令和版の双方美しい。高橋理恵さん活躍してるな。完全に言いがかりで草。リエリーの香るめちゃくちゃ最高なんよ。おろ、いい、すごくいい。鈴鹿でマヨと藤谷美紀じゃない。剣心とカオル殿、ついに地上派でオロが。カオル殿かわいい。さすが高橋理恵さん。歯があるんなら切れるやろ。カオル殿はそんな違和感ないな。切ってる定期。酒場だからって剣は剣でしょ。酒場とはいえ対等しちゃダメだと思うの。カオルの声の印象、藤谷美紀と変わらんな。ルローミンただの無職。一応新井釈空作の名刀ではあるんだっけ。カオル殿の声すごい合ってると思う。すごい自然よ。ハマり役。酒場刀は生クラジェ。雑魚が高木渡るさん。でけゆ、昼間ってだけで笑える。藤尾数段階劣化したようなやつ。バスタードに出てくるモブみたいな顔してるのに名乗りながら逃げる高木渡るさん。演じるキャラクターからしか得れない栄養素がある。名乗りながら逃げていくなう。一声でわかる高木さんの小物演技。斎藤相馬くんの献身いいぞ。高木さん、またジャギみたいな役を。あれ、股関節脱臼の下りがないぞ。抜刀祭言い過ぎだろ。右から読む文字は慣れないでござる。高木渡るさんだったな、偽抜刀祭。異名なもんかぜ。やばい、剣心が美しすぎて泣きそう。リエリーのカオルちゃんめっちゃしっくりくる。ここのカオルちゃんの小娘感最高。この子はただで終わらないからね。楽しみ。リエさんの声の聞きやすさ、清涼感が好きなのよね。噂でしか聞かないから、いろいろ怯えついてるよな。BGM が前作リスペクト感じるよき。西南戦争。父親が失踪したのってたった半年前だったっけ。リエリーも違和感なくてよい。本当？本当に死んだの？本物の抜刀祭、10人じゃ済まないぞ。神谷勝侵入大事なことなので2回。こいつ長さんやん。昼間騎兵が令和になってアニメに出てきたう。班長、お前の方が危ないよ。もしやこいつ、黒幕。一発で黒幕わかるの面白い。実況人も人生の落語者ですが楽しんでますよ。しかし、リエリーの神谷薫ハマってるな。長さん聞いただけでわかるのさすがすぎる。長さんだ、怪しい。さらしっていいよな。アイキャッチ。おもろい、おもろい、すでにハマる気しかしてない。A パートあっという間。刀って逆に持つとそんなに切りにくいもんなのか。神谷薫の父は戦争で亡くなっており、神谷薫よ、命の大事をしろよ。剣心の優しさが出てる演技は相馬くんうまいね。CM になんかいたな。一人だけ瞳の輝きが違うのじゃ。でっか、リボンがね。ぐるぐる目といえばこのナルト目よね。ルロー陣何したんです？この人。ハイトーレイって何ですか？もうルローにが名前の勢い呼ばれているショー。がっつりは色。フェリカを渡すんじゃないよ。関係もなかなか腐ってるな。お金で助かったでござるよ。そういやこいつ、なんでこの時、剣心助けてくれたんだろ。犯人らしき人物は浮かんできてる。金で黙らせるのリアルー。確かに怪しい。
あの道場にいるじいさん、くせ者なんだよな。明らかに怪しい方向に。怪しすぎるだろこのじじい。旧アニメにいなかった騎兵？自然に居すぎてて逆に誰？って感じよ。騎兵が爆地に行ったらもう班長になっちゃうぞ。素性は聞いておけよ。剣心も感づいてるよな。ここでもわかるカオルの人の良さ。このおおらかさよ。カオルちゃんは本当に女神。剣心の心にクリティカルヒットな言葉があったな。カオル殿の前世は良くも悪くも人を動かすよな。剣心と出会ってなかったらどうなってたことか。黒歴史にも程がある過去。さすがヒロインだぜ。いいコンビになる波動を感じる。カオル殿の三角に切り取られた感じの目のハイライトが印象的。うるせえよ。剣心、出てくるまでピンポン押すタイプか。DBN ネズミだ。剣心をチビ呼ばわりするなう。ネズミ一式相手に随分人集めてんのねー。いいクズだ。糸目は信じるながまた証明されてしまった。おい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 。やっぱり怪しいおっさんを家に入れてはいけないね。やはり班長は信用できん。ジジイ本性見せたな。弟全く似てないよ。いや昼間兄弟豪華っすねー。頭脳派の兄と力担当の弟じゃん。いや存在はしてるんですよ。名誉毀損風評被害は悪質ですよ。存在自体も怪しい伝説。それで辻切りさせるの回りくどいな。班長の声だから、いいやつなわけがないよなう。さすがに体格差がありすぎるだろう。悪い顔しやがるぜ。城さんと高木さんいい役やな。暴力は全てを解決する。目的は金暴力。目的は暴力極意は殺生。だと思うじゃん。とりあえず原作通りだな。どうした西脇。京栄、西脇ネタわかる人ももう少ないんやろな。西脇の倒れ方まで原作に忠実やん。ケントは、でもそのザレ事が好きなんですね。甘っちょろいザレ事の方が好きでござるよ。願わくば甘っちょろいザレ事が真実となれば。地獄を知っててそれでもザレ事が好きって言える剣心が好きよ。怪我人なんざ出やしねえ出るのは死人お前一人だ。原作のセリフ改変せずに、ほぼそのまま言ってくれるの本当嬉しい。本当に一振りで吹っ飛んでんだう。月は酒場島でも死にそう。酒場島でも月はざわあかんやろ。説明よつ。剣心さんかっこよすぎる。視点に剣流。これ全部峰打ちなんだよな。すげえ。神速の殺人剣。一体多数斬りが得意。時代劇向きですな。クソリプに使えそうな画像。違和感はもう消えたわ。もうこの人の声でもいける。瞬殺。盾のエフェクトすごい。もしかしなくてもかなり原作準拠の画作り満載か。酒場刀とはいえ鉄の棒で殴られたら死ぬでしょう。この酒場刀の切れ味派？あれ？漏らしたう。ジジイの失禁が見れるアニメは。そら新太なんて語りたくない。関さんナレーションなのかよ。ご厄介。ジェットツ屋根の下二人きりだわ。超絶美声ナレーション関俊彦。無惨様がまさかのナレーション。この時代で関俊彦さんだと思う無惨様じゃん。鬼舞辻無惨がナレーションやるのか。実際こいつはラサーやぞ。そうまあ正確には紐男になるでござるよ。童顔なんてレベルじゃねえぞ。最後に年齢にツッコミ入れて終わる。30歳ツッコミ、早めに入るんだう。一部の視聴者30歳を超えてたら何か問題でも？なら30過ぎならいいでござるか？っていう剣心好き。年齢不詳はシティハンターもだし。設定上28だったはず。キャスト2023年7月7日放送回。脇を固めるのが豪華すぎていき。エンディングテーマ。幕末オシャレエンディングテーマでござるよ。次回あきこくん来るか？関俊彦はナレーションだけなんか？個性重郎だったりして。エンディング映像、やば。求めていたアニメ剣心だった。制作者の皆様本当にありがとう。みんなの反応はここまでです。やっぱり新旧声優の比較が多いけど、悪いコメントはなかったね。私は違和感なく見れたわよ。正直、旧作覚えてないだけなんだけどね。うちも旧作の声は覚えてないわ。そんなわけで、感想動画出す予定なので、よければそちらもご視聴お願いしますね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。